パンが食べたい。ああ、お腹すいたなー。くそー、最初は食べるものが少ないから辛いよ。ってことで、パンを作りましょう。それでは、今回の計画について話し合おうじゃないか。まず、パンを作るには畑が必要となる。そのために、まずは土を手に入れよう。そして、拠点のすぐ近くにこんなに土がある。とりあえず、集めよう。よし、じゃあ次は水源の確保だ。幸い、拠点の隣に海がある。今回は、海を水源にしよう。ここから、土を並べ畑にしていこう。一つの水源から、4ブロックまで耕したところが占める。つまり、8個ブロックを並べて置いていくぞ。だが、今は8個置かない。これを、こうじゃ。少ないだって。で、別に大きくする必要はないし、それに、そんなにたくさん作ったって、どうせ食べきれないから、このくらいがちょうどいいんじゃないかな。あ、そんなのでかっこいいとか思っているのか、おとなしよ。いや、でもあなたならなぜこんな小さくしたのかわかるでしょう？あ、簡単なことだ。お前のやる気がない。そんなことはありませんよ。じゃあ、試しに今耕したところに持っているすべての種を植えてみましょう。あ、具は壊れちゃった。倍速するので、よく見ていてくださいよ。ほらね、種が全然足りないでしょ。だからとりあえずこのくらいの畑を作って、種を集めようと思っていたんだ。あなた、私の能力知らないの？いえ、知ってます。だからちょっと黙っていてくれると嬉しいです。とりあえずあそこら辺にある草から種を回収してきます。あ、逃げた。まあいいや。ふっふっふ。回収してきましたよ。あそこら辺にちょっと残ってるじゃない。いや、そのくらい見て見ぬふりをしてください。で、なんで悟りが登場したのよ。とりあえずこれからは霊夢さんの出番はあまりないです。わ？これからは、僕が主人公でやっていく予定なので。あ、そう、じゃあパンを作ったら私とマリサは帰るからね。フランも連れて。いや、それは。なーに、別にいいわよね。はい、問題ないです。じゃあとりあえず、必殺魔法、を使おうと思ったけど、クワがない。じゃあ、準備中に前回の訂正等をやらせていただこう。前回は、ベッドをベッドって言ってました。正しくは、ベッドです。あと、やっぱりマイクラは作業がないと面白くないので、作業をたくさんやっていく予定です。あ、動画的につまらなくないようにね。とりあえずはそんなところです。じゃあ、クワもできたところだし、必殺魔法を使いましょう。必殺と言っても、何かをやるわけじゃないけどね。そうーれ、あれ？実は、録画データが点に召されました。わ？もう、エンコードしたものだと思って消しちゃったんです。なので、必殺魔法はカットで。土を掘り掘り。ホモはお帰りください。もっと、掘り掘り。これが、こうなりました。まだ、土が足りない気がするけど、とりあえずはこんなもんでいいか。それじゃあ、どんどん畑を大きくしていこう。この方法だとちょっと雑だね。さらに作っていこう。はぁ、竹がダーンダーンでかくなるー。はぁ、竹がダーンダーンでかくなるー。はぁ、竹がダーンダーンでかくなるー。ということで、だいたい15万個くらいかな、土を並べました。さあ、大変なのはここからだ。またこれかよ。
気にしない？次は、畑に敵モブが湧かないようにするために、松明をタープさん置かないといけない。だが、画像の石のところに置いていってもダメなんだ。それでは敵がスポーンしてしまう。だから、こうやって、石を空中に浮かせて、それに松明をつけていくよ。夜は特に大変だった。昼の間に作業して夜になると敵が湧く。緑の自爆テロ野郎が特にきつかった。これで最後だ。さあ、次はこの石に松明をつけなくては。ゾンビなんて嫌いだ。僕の畑に分けないように松明をたくさん置いてやるんだ。この後、合計で6時間くらいかけて松明をつけ、畑を耕しました。1時間おきにちょこっと録画したのですが、変に召されてしまいました。最後だけ、撮り直したのでどうぞ。次回はついにパン作りに入っていきます。よかったらチャンネル登録してね。僕の顔と霊夢ちゃん。好きな方をクリックだ。